太宰治。本職の詩人ともなれば、いつどんな注文があるかわからないから、常に詩材の準備をしておくのである。秋についてという注文が来れば、よし来たとアノブの引き出しを開いて、愛、青、赤、秋、いろいろのノートがあって、そのうちの秋の部のノートを選び出し、落ち着いてそのノートを調べるのである。トンボ、透き通ると書いてある。秋になるとトンボも日弱く、肉体は死んで精神だけがふらふら飛んでいる様子を指して言っている言葉らしい。トンボの体が秋の日差しに透き通って見える。秋は夏の焼け残りさ。と書いてある。照度である。夏はシャンデリア、秋は灯籠とも書いてある。コスモス、無惨と書いてある。いつか郊外のお蕎麦屋でざるそば待っている間に食卓の上の古いグラフを開いてみて、その中に大震災の写真があった。一面の焼け野原。一抹の浴衣着た女がたった一人疲れてしゃがんでいた。私は胸が焼き焦げるほどにその惨めな女を恋した。恐ろしい情欲をさえ感じました。悲惨と情欲とは裏腹のものらしい。息が止まるほどに苦しかった。枯野のコスモスに行き合うと、私はそれと同じ痛苦を感じます。秋の朝顔もコスモスと同じくらいに私を瞬時窒息させます。秋は夏と同時にやってくると書いてある。夏の中に秋がこっそり隠れてもはや来ているのであるが、人は炎熱に騙されてそれを見破ることができぬ。耳を澄まして注意をしていると、夏になると同時に虫が鳴いているのだし、庭に気を配って見ていると、桔梗の花も夏になるとすぐ咲いているのを発見するし、トンボだってもともと夏の虫なんだし、柿も夏のうちにちゃんと実を結んでいるのだ。秋はずるい悪魔だ。夏のうちに全部身支度を整えてせせら笑ってしゃがんでいる。僕くらいの軽眼の詩人になるとそれを見破ることができる。家の者が夏を喜び海へ行こうか山へ行こうかなどはしゃいで行っているのを見ると不憫に思う。もう秋が夏と一緒に忍び込んできているのに。秋は根強いくせ者である。階段よろし。あんま、もしもし。招く、すすき。あの裏にはきっと墓地があります。道といえば、女、おしなり、枯れ野原。よく意味のわからぬことがいろいろ書いてある。何かのメモのつもりであろうが、僕自身にも書いた動機がよくわからぬ。草外、庭の国道、バサバサ這いずり回っている、醜き秋の蝶を見る。波外れてたくましきがゆえに、死なずありぬる。決して儚き庭にはあらず、と書かれてある。これを書き込んだときは、私は大変苦しかった。いつ書き込んだか、私は決して忘れない。けれども、今は言わない。捨てられた海、と書かれてある。秋の海水浴場に行ってみたことがありますか？
渚に破れた絵日傘が打ち寄せられ、陥落のあと日の丸の提灯も捨てられ、かんざし、紙くず、レコードの破片、牛乳の空き瓶、海は薄赤く濁ってどたりどたりと波打っていた。尾形さんには子供さんがあったね。秋になると肌が乾いて懐かしいわね。飛行機は秋が一番いいのですよ。これもなんだか意味がよくわからぬが、秋の会話を盗み聞きしてそのまま書き留めておいたものらしい。またこんなのもある。芸術家はいつも弱者の友であったはずなのに、ちっとも秋に関係ない、そんな言葉まで書かれてあるが、あるいはこれも季節の思想といったようなわけのものかもしれない。その他、農家、絵本、秋と兵隊、秋の蚕、火事、煙、お寺、ごたごたいっぱい書かれてある。